ばんは、久々に動画の方を撮っております。8ヶ月9ヶ月ぐらい動画の撮影をしてなかったんですけども、まだイギリスの方で生活をしてます。撮りためてきた動画は結構あるんですけど、目が弱くてですね、動画の編集をするのが結構大変だなと思ったので、動画の編集をストップして日常生活を楽しんでました。あの後はですね、仕事を変えて全然違う職種に移ったんですけども、まあなんとか働いてますし、なんとか自力で生活してるっていう感じです。この8ヶ月9ヶ月ですね、いいことも悪いことも両方あったんですけど、悪いことも含めてワーキングホリデーだなって思っているところです。良かったところは、有給が結構自分の好きな取りたい日に取れるようになったので、旅行に行けるようになりました。なのでイギリスから直行便で行ける国に9カ国巡ってきました。悪かったことは、クレジットカードが盗まれてしまいまして、それは大事件の一つですね。まあいろいろ他にもあるんですけど、クレジットカードの手続きは本当に大変で困りましたね。残り数ヶ月なんですけど、まだやりたいこともあるし、旅行にも行きたい国があるので、エンジョイしていきたいなと思います。もし知りたい情報などございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今日はここら辺で終了しようと思います。最初来た時ですね、宿毛矯正をしてたんで結構髪がストレート目だったんですけど、今は天然の髪に戻りまして、結構膨らんでボサッとしてますね。ってことで、また次の動画も更新していければいいかなと思ってます。では失礼します。